はい、こんにちは。派遣社員の独り言第244回目となりました。今回もご視聴いただきありがとうございます。今回のテーマは派遣社員の管理について取り上げてみたいと思います。ちょっと以前の回でお話しした、今別プロジェクトで端末とかの設定とかですね、アプリのインストールとか、それを専属的に行う、ヘルプ要員の方が今来て仕事をされているんですけれども、その方々もですね、朝9時から18時までの勤務体制となっているんですね。で、当然スケジュールといいますか、お尻が決まっているんで、それまでに完成させないといけないんですけども、そうは言ってもですね、なかなか今残業させてもらえない環境にあるのは私たちと変わらないので、6時を過ぎた場合、やりかけのもしくは終わっていないものに関しては派遣先の社員が引き継ぐというような流れとなっているんですね。で、私も1週間ぐらいちょっとヘルプ要員としてちょっと手伝ったんで内容は分かってるんですけども、結局から朝、今日は何台やりますみたいな感じで派遣先の社員の方から一応朝礼っていうんですかね、予定を話されて、皆さん分かりましたということで、じゃあ取り掛かってくださいというような感じで作業を進めていくわけなんですけれども、ただ進捗状況とかですね、その辺に関しては派遣先のその社員の方がですね、全然なんか無関心なんですよね。なんかこう、例えば午前中終わってお昼、13時とか、あとは15時ぐらいとか、あとは17時ぐらいとか、定期的にですね、予定通りちゃんとできているかどうかとか、そういった進捗度合いを確認すべきだと思うんですけれども、そういったことを一切しないんですよ。で、私は1週間そちらの方を手伝って、ヘルプデスクの本来の業務の方に元に戻ったわけなんですけども、近くでやってるんで、その辺の状況ってやっぱり見えてしまうんですよね。そうするとやっぱりその、午後とかですね、夕方とかにも全くその進捗度合いを確認しないので、派遣先の社員の方って一体どういう管理をされてるのかなっていうのが分かんないんですよね。で、本当にですね、スケジュールが間に合わないんであれば、残業しちゃダメとか言ってる場合じゃなくて、もう残業させてでもですね、やっぱり終わらせる方向に持っていかないといけないと思うんですけども、その辺がちょっと甘いのかなっていうような印象を受けるんですね。結局6時前ぐらいになってくると、派遣の人たちは片付け始めますよね。帰る準備をするわけなんですよ。そしたら結局派遣先の社員の人が、私としては今日どう、何台ぐらい終わったとか、あと何台ってまだ終わってないのとか、私聞きに来ると思うんですけど、一切聞きに来ないんですよ。で、終わったら終わったで、一応作ってる管理表には作ったらチェックを入れていくんで、できてないものが何であるかというのは、その一応管理表を見れば分かることは分かるんですけども、結局そこを終わった段階で、そのヘルプ要員の人たちも報告もしないんですよね、特に。もう6時になったら、お疲れ様ですって帰っていっちゃうんですよ。で、あとそのヘルプ要員の人たちが残したその管理表を見て、派遣先の社員の人たちが、確認して作業を取り掛かったりとか、そんなにスケジュール的に詰まってなければ、そのまま放置しておいて、翌日またそこからスタートさせるといったような感じなんですけども、そんな感じでいいのかなと思って、もっと関わっていくっていうんですかね、連絡、ほうれん草じゃないですけども、やっぱり一日どれだけ作業したかとか、どこまでやってどこまで終わってないか、どんな問題があったかとか、なんかそういったやっぱり報告することってたくさんあると思うんですけども、そういったことも一切要求もせず、もう時間が来たら帰ってねみたいな感じで、あとは派遣先の社員の方がやるっていうか、私たちが今見てる限りでは、その時間6時以降に派遣先の社員の方が作業してるのは見たことがないんで、結局もうそれも終わったところまでで、その日は終わり、翌日回しになってるんじゃないかなっていうのがあるんで、本当にこのまま終わりの日までに全部完成して何の問題もなく納品できるのかなと思って、私はちょっとこう心配してるんですけども、その心配も私がする必要も
まあ、もともとはないので、まあ、ほっとくしかないかなというように思ってるんですけども、やっぱりもうちょっと派遣先の社員の方って、自分たちの部下である派遣社員をですね、管理すべきではないかなと私は思うんですね。まあ、万が一納品期日に間に合わなかったら、まあ、ユーザーの方にもご迷惑をおかけすることになるし、まあ、その辺一体どういう認識で、まあ、日々過ごしていらっしゃるのかなっていうのがわからないんですけども、まあ、そんな感じで、まあ、私はまあ遠くから見てるだけなんですけども、やっぱり派遣先の社員の人たちはもっと派遣社員の方ともっと連絡を密に取って、まあ、ちゃんと期日までに終わるかどうかとか、その辺も確認すべきだと思いまして、今回お話に挙げさせていただきました。今回もご視聴いただきありがとうございました。